戦争論、戦争論、戦争論は、プロイセンの将軍カール・フォン・クラウゼビッツによる戦争と軍事戦略に関する書物である。本書は戦争の暴力性や形態を決める重要な要因として政治を位置づけたものであり、軍事戦略を主題とする最も重要な論文の一つとして、今日でも各国の主管学校や研究機関で扱われている。 本書が執筆された時期は主にナポレオン戦争終結後の1816年から1830年にかけてであり、クラウゼピッツが陸軍大学校の学校長として勤務している時期に大部分が書かれた。1827年に現行に大規模な修正を加えて整理しているが未完成のまま死去したことから妻のマリーが行こうと、 断片的なまま残されていた最終的な二つの章を編集した。マリーが出版した移行集としての戦争論全十巻は第二版から第十五版までマリーの兄ブリュールが内容を改ざんしている。第十六版以降、ハールベイクが初版に一挙し直したものとなっている。戦争論は戦争という現象の理論的な体系化に挑戦した著書であり、近代における 戦争の本質を鋭くついた古典的名著として評価されている。著者のクラウゼビィッツはドイツ関連論的な思考形態に影響を受けていたために非常に分析的かつ理論的な研究であり、そのため非常に普遍性の高い研究となっている。戦争論における活気は、それまで戦争というものがある。戦争にはいかにして勝利すべきかという問題から始まっていた。 軍事学において戦争とは何かという点から理論を展開しという部分にあると言える。また攻撃や防御といった概念について体系的かつ弁償法的に記述してあるという点にも注目できる。クラウゼビッツの弁償法的思考形態はヘーゲルの著作を通して得たものではなく19世紀初頭における同時代的な思想形態の変遷の中で育まれていったものである。 戦争についての記述は、この著作の最も注目すべき箇所であり、定義、本質、性質、現象など戦争に関する幅広い事項が議論、されている。戦争とは、他の手段をもってする政治の継続であるという記述は、この著作の戦争観を端的に表したものの一つで、ある。クラウゼビッツにとって、戦争とは、政治的行為の連続体であり、 この政治との関係によって戦争はその大きさや激しさが左右される。この研究は国民国家が成立する近代において戦争の形態がそれまでの戦争とは異なる総力戦の形態への移行期に進められたものである。そのため本書の序述では同時代的な軍事問題についての序述を多く含むものでもある。 近年の研究において重要視されるのは戦争の本質や政治との関係を論じた第一編。戦争の本性について取り明確に戦争と政治との関係を取り上げた第八編。戦争計画であり、戦争の本質についての分析は現在でも高く評価されている。同時代の研究として、ジョミニの戦争概論があるが、これは普遍的な戦争の勝利法があると論じたものであり。 戦争論とはその内容が大きく異なる。ジョミニの研究は実践的であり、後の軍事学に多岐にわたる影響を及ぼしたと評価されているが、一方で、クラウゼビッツの研究は哲学的であったことからより、分析的な軍事学に寄与し、政治研究にも影響を及ぼした。また、孫子と対比されることがあるが、抽象性、観念論的な概念的な理解を中心とする。 クラウゼビッツの手法は、現在の政治学、安全保障、軍事、戦争研究にいても幅広くその価値を認められる原因であり、その点が、孫子とは大きく異なる。著者のクラウゼビッツは1792年に12歳の年齢でプロイセン軍に入隊し、士官として軍務に就いていた。1801年に、士官学校で、シャルンホルストの下で教育を受け、 その後に政治学、軍事学の論文を執筆する教養を習得する。1806年に所属する部隊が戦闘で敗北すると講和締結まで一時的に捕虜になった。その後に陸軍省で勤務し、皇太子の軍事教育も担当する。1812年にフランス軍に対抗するために一時期はロシア軍に軍籍を置きながら参謀として フランス軍と戦った愛国的な軍人でもある。ナポレオン戦争終結後には、ベルリンの陸軍大学校の校長として勤務している。戦争論の原稿はこの頃に執筆されたものである。1830年に校長を辞任して、7月革命の影響を受けて勃発した、ポーランドの11月放棄に対処するため、ポーゼンに派遣されるが、1831年にこれらにより病死した。 ナポレオン戦争後の1816年頃から執筆され始める。その出発点となったのは、ビューローやその他の研究者によって構築された理論の批判的考察と実践的な目的を持った戦略学の研究。この理論を拡大して戦争理論を構築した。1819年から1827年にかけて第1編から第6編。 第7編から第8編までの下書きを書き上げている。そして1820年にフリードリヒ大王の戦役、1824年以後に1812年のロシア戦役を書き上げた後の1827年から1830年までの間に戦争論を全面的に修正しようとしている。著者死後の1832年から1834年にかけて、 夫人マリーが遺向を三部に分けて編集し、出版した。遺向を元にまとめられたため、重複する部分や断片的な記述に終わっている部分が見られる。ピーター・パレットなどの一部の研究者によれば、本人により完成していれば、より体系的かつコンパクトなものになっていただろうと指摘されることがある。日本に初めて伝えられた時期については、諸説ある。すでに幕末の頃に、 江戸城の御蔵書の中に含まれていたという説、乱語訳されたものを青州が持ち帰ったという説、長崎の出島を通じて入手した説などがあるようである。しかし、本質的にそれが、戦争哲学を学ぶ書であるというものが理解され、軍人たちの間で、その存在が理解されるようになったのは、森林太郎、森郊外によってである。森が留学中に、 留学仲間と隣読していたことからも合わせてみても、戦争論の紹介者としての森の地位は揺るがない。また軍内で、戦争理論の徹底を図り、軍人直輸の作成、等一定の成果を上げた田村侍作りも見逃せない。その後、多くの翻訳が出されており、まご健之助、のすけ、あはとくさぶろう、しのだひで日本クラウゼヴィッツ学会役などが出版されたが、現在、 法訳で入手可能なものでは、清水滝地薬、日本クラウゼビッツ学会役版が最も原本に忠実なものとなっている。戦争論の内容は発編から構成されている。戦争がどのような本質を持つのかを明らかにするためには、戦争の多様なあり方を説明できるような理論が必要である。そこでまず戦争における暴力性に着目するところからクラウゼビッツは、 議論始める。そもそも戦争の内在的な本質とは単純化すれば、敵対する二者による決闘の性質がある。そこで、戦争とは敵を強制して我々の意志を遂行させるために用いられる暴力行為であるして、戦争を単純に捉えた場合、戦争の本質は暴力の行使であり、またその目標は敵の戦闘力の粉砕にあるということがわかる。 戦争におけるこのような暴力の行使にはの3つの相互作用が認められる。これらの相互作用によって戦争における暴力の行使は原理的に拡大しようとする。しかしながら現実世界のあらゆる戦争において暴力が極限的に行使されていると考えることはできない。クラウゼビッツはここで暴力性ではなく戦争における政治性に着眼点を移す。 つまり戦争は孤立的行為ではなく、また一度の決戦で成立することも、戦争の戦果が絶対的なものではないと考える。ここで、改めて戦争における政治的目的が見直されることになる。そもそも敵に対して要求する犠牲を小さくすれば、敵の抵抗は小さくなり、したがって我が支出すべき努力も小さくなる。政治的目的が戦争において支配的であるために、 軍事行動はその暴力の極性を弱化させ、皆殺しの戦争から睨み合い状態まで様々な種類の激しさを伴う戦争が生じることになる。さらに戦争における政治の外然性の法則と暴力の極限性の法則をもって戦争の多様な形態を説明できたとしても、これだけではまだ説明することができない事態があり得ることをクラウゼビッツ指摘する。それは、 戦争において、しばしば生じる軍事行動の停止という事態である。そもそも戦争における両軍の将軍の利害は完全に対立するものとして考えられるが、これは戦場における両極性と考えることができる。言い換えれば、戦闘は片方が勝利すれば、もう片方が原理的に敗北することになるという一般的な性質が存在する。しかし戦場における 両極性は一つではない。これは、軍事行動の攻撃と防御がそれぞれに、両極性を持つことによるものである。つまり攻撃を行うことを決心しようとするならば、防御の利益を超える、攻撃の利益が約束されなければならないということで、ある。軍事行動の停止は、この攻撃と防御の損得の相違による2種類の、両極性の法則の結果である。クラウゼビィッツは、 戦争をカメレオンに例えてその規模、形態、情勢が変動していくものと考えた。そしてその戦争の全体を支配している、諸傾向を概観すると、の三つから三位一体が成り立っているとまとめている。この三位一体の各要素はそれぞれに固有の役割を持っており、これらの主体や相互の関係を無視して現実の戦争を見ることは不可能である、閉じている。 クラウゼビッツにとって戦略とは戦争目的のために戦闘を使用する協議であり戦略の対象となるものは戦闘である戦略においてまずすべての軍事行動にその目的に合致した目標を設定する必要あるそして戦略に従って戦争計画を立案し個々の戦役に対する見通しを持って個々の戦闘を位置づける戦略における問題は 科学的な形式や課題を発見することではなく、そこに作用している精神的な処力を把握することである。戦略においてあらゆる物事が単純であることと、その実践が容易であるとは限らない。達成すべき目標を設定したとしても、無数の要因によって方針を転換することなく、計画を完遂するためには自信と知性が必要である。戦略においては、 戦術と異なってあらゆることが緩やかに進行するためその状況判断は推測に依存せざるを得ず、従って決断不能な状況に陥りやすい。戦略において考察される諸要素は以下の古典に集約できる。これら諸要素は相互に連関したものである。戦闘とはクラウゼビィッツによれば本来の軍事行動によって遂行される闘争であり、これは 敵の撃滅や征服を目的とするものである。したがって、戦闘における敵とは我に対抗する相手の戦闘力である。戦争の目的は、もろもろの戦闘によって構成されており、それぞれの戦闘は特殊な目標を持ちながら、戦争全体と結合している。したがって、あらゆる戦略的な行動は戦闘と密接な関係を持っている。戦闘の一般的目標とは、 敵の撃滅であるが、それが敵の主張によるものであるか、また敵の戦闘意志の放棄によるものかは問わない。とにかく戦闘によって敵の戦闘力の存亡が我のそれよりも比較的に大であり、また巧妙な部隊の配備によって敵を不利な状況に追い込むことで退却を強いることなどによって勝敗を決定する。つまり戦闘における勝利の概念とは敵が 物理的処力において、我よりも大きな損失を被っており、精神的処力についても同様であり、さらに敵が戦闘継続の意思を放棄することで上記のに、条件を認することによって獲得することができる。戦闘の一般的な記述だけでなく、他種多様な形態に着目すると戦闘を分類する必要がある。そこでクラウゼビッツは防御戦闘と攻撃戦闘に対別する。 このことから防御の目標は常に消極的なものであり、他の積極的行動を容易にする以外には間接的に有用であるだけである。したがって防御戦闘が頻繁に実施されることは戦略的情勢の悪化を意味している。防御と攻撃の関係についてクラウゼビッツはその行動の受動性と能動性から区分する。防御という戦闘行動とは 敵の進撃の撃退であり、攻撃は逆に敵を積極的に求める戦闘方式である。戦争において一方的な防御はあり得ず、防御と攻撃は、被害の双方向の戦闘行動によって相対化する。ただし防御の目的とは攻撃のダッシュに比較して維持であるため、その実施は容易である。そのためクラウゼピッツは、防御形式は、 本来的に攻撃形式よりも有利であると考える。しかし攻撃を行わなければ、敵の戦闘力を打倒するという戦闘の目的は、達成することは来ない。つまり攻撃と防御とは交代しながら行われるもので、ある。その理由には攻撃と防御のそれぞれの戦術的性質が異なっているだけでなく、戦闘力の一般的な性質からも考察できる。 戦力の衰弱をもたらす要因としては、決戦後にも継続される、戦闘、後方支援の確保、戦闘における損害、根拠地と前線の距離の増大、要塞の行為、ロークの増大、同盟軍の戦線離脱の要因がある。このような要因による、戦闘力の総量の消耗は、敵の精神的、物質的な戦闘力の損耗によって、相対的に解消されるものであり、 戦術的勝利は、この戦闘力の均衡において圧倒的な優位がある。ために獲得されるものである。しかしながら、戦争において勝利者が、軍事的努力によって一命残らず殲滅できるとは、限らないだけでなく、戦闘力は勝利後もすでに述べた、様々な要素によって、次第に減退していくものである。攻撃を行うことは常に、戦闘の目的である。 敵戦闘力の打破に寄与するものであるが、攻撃によって獲得した戦果は時間の経過とともに低減していくものだと理解できる。ここで攻撃によってのみ得られる戦果の限界量を導入することが可能となり、これを攻撃の限界点とクラウゼビッツは命名する。この攻撃の本質的性格を考慮すれば、防御とはこの攻撃の内在的な欠点を補うため、 つまり攻撃の限界点において、それまで獲得してきた戦果を保存するため、状況に応じて選択される戦闘行動として位置づけることができる。クラウゼビッツは戦争計画の章では戦争の総括的問題を解明し、本来の戦略とその重要事項について論じている。戦争計画は軍事行動のすべてが総合されたものであり、計画中の様々な目標は、 戦争目的と関係づけられる。戦争は国家の知性である政治家と軍人によって発起され、戦争において、また戦争によって達成すべき目標を決定する。しかし、クラウゼビッツの戦争理論によって、すでに明らかにされたように、戦争には純粋な暴力の相互作用の原理が、機能する絶対戦争と現実的形態として、諸々の抑制が加わる現実の戦争がある。 つまり戦争は二種類の目的が設定され得るものであり、敵の完全な打等という戦争目標と敵国の国土の一部を攻略占領という制限された戦争目標が考えられる。さらに戦争は政治の道具であり、政治的交渉は戦争においても継続され、また同時に戦争行動は政治的交渉を構成するという見解がクラウゼビッツの基本的立場である。 つまり戦争が政治に内部的に従属するため政治の戦争意志が強大になるに従って戦争は絶対的形態へと移行する。また政治の戦争意志が弱小になるに従って戦争本来の姿から生じる厳しい結果を避け遠い将来の成果よりも近くの結果に関心が集中する。戦争に必要な使用計画はすべて政治的事情に 対する考察が必要であり、政府と統帥部の意思が統一されなければならない。その方法の一つとして、内閣の一員に最高司令官を加えることを挙げている。クラウゼビッツは、構成的戦争、防御的戦争それぞれにおいて、重要な点を述べている。クラウゼビッツが提案する戦争計画の原則は二つの原則から成り立っている。それは次のように定式化される。 集中的行動の原則をクラウゼビッツは次のように説明する。敵の戦闘力を集中させ、その点に対して我の戦闘力を集中することが必要である。しかし戦闘力の最初の配置や参戦諸国や交戦地域の地理的環境などによっては分割も可能である。しかし戦闘の勝敗が重要でない地域に戦闘力を分散する場合には、 この原則に従うことが困難になる合わせもある。従って、この集中の原則は主要な戦闘を必要とする方面に対しての未攻撃を、その他の方面に対しては防御を実施することが合理的であると考えられる。さらに迅速の原則において、時間の浪費は戦力の消耗であり、また時間の要素は奇襲の条件を構成する。従って、戦争においては常に、 敵の完全な打倒を狙いながら前進し続けることだけが望ましいのであり、一度でも停止すると敵に対する有効な攻撃前進を再開することは不可能となる。本書、戦争論は戦争研究に最も大きな影響を残した研究の一つであった。クラウゼビッツの死後に1832年に戦争論が出版されてから1500部が売れるまでには20年。 かかっており、広く知られるまでは、時間がかかった。しかしその理論の価値は、多くの戦略思想家を通じて、幅広く認められるようになる。しかし近代ドイツにおいて、クラウゼビッツの研究が、全面的に肯定されることはなかった。クラウゼビッツの名前を有名にしたのは、広島戦争と、不仏戦争の作戦を指導したモルト家による評価に、帰する。 彼は敵の殲滅により勝利するというクラウゼビッツ的な理念を実践した軍人であった。またゴルツはクラウゼビッツをジョミニと並ぶ偉大な軍事思想家として高く評価している。しかしシュリーフェンはドイツで出版された戦争論の第五版に際してクラウゼビッツを殲滅戦理論の創始者と評価していたことからも伺えるように、 ドイツの軍事学者たちにとってのクラウゼビッツは絶対戦争を主張する軍事思想家であった。そのため二重構造となっている戦争理論が正当な評価を受けたわけではなかった。その結果として第一次世界大戦でドイツ軍を指導したルーデンドルフは総力戦においてクラウゼビッツの戦争理論は第一次世界大戦のような戦争の形態が登場したことで時代遅れであると 男子、政治の優位性の理論を逆転させて政治が戦争に従属することを主張した。イギリスで初めて本書が翻訳されたのはグラハム大佐による1874年の出版であったが、これはすぐに絶版となる。1909年にマクワイヤにより出版されると、グラハムの翻訳も再版されて、モード大佐による解説が伏せられた。この頃からクラウゼビッツが、 イギリスでも読まれるようになり、海軍戦略家のコーベットは、自らの海軍戦略の構築の際に、彼の戦の一般理論が、海洋戦争にも応用可能であることを指摘した。しかし、第一次世界大戦では、クラウゼビッツの絶対戦争の理論だけが抽出されて、理論的に再構成され、変容させられていくことになった。イギリスの戦略思想家であったベージル・リデルハートは、 戦滅戦の理論家としてのクラウゼビィッツに対する批判をナポレオンの亡霊などで加えており、この批判は彼の間接アプローチ戦略という思想の成立をもたらした。また、同時代に活躍した戦略家のフラーは戦争論を参考として近代戦争の性格を分析している。1870年に不仏戦争でフランス軍が敗北すると、 プロイセン軍のあり方が参考に軍政改革が進められ、その過程でクラウゼビッツの軍事理論が注目されるようになる。フランス語への翻訳は1849年に出版され、フランス陸軍士官学校の教授による評価が1854年に加えられて一般的に知られるようになった。1885年にフランス陸軍大学校で カルドーによりクラウゼビッツの講義が開始され、また1894年に軍事学の教授フォッシュがクラウゼビッツの研究を踏まえた講義をまとめた戦争の原則や戦争遂行論を発表した。ただしフォッシュはクラウゼビッツの戦争理論の基本的な要素である絶対戦争や政治目的による制限について言及されていないが、彼はフランス陸軍における クラウゼビッツ学派を形成していた。クラウゼビッツはマルクス主義の軍事議論にも大きな影響を与えている。マルクスの資本論の執筆に関わったエンゲルスは1857年には本書に出会っており、マルクスに手紙で読むことを推薦している。ロシア革命の指導者となるレーニンはクラウゼビッツを尊敬し、戦争論の研究を通じてドイツ語の抜粋と、 ロシア語の傍中から構成されるクラウゼビッツノートを作成している。ここでは戦争が政治の延長として位置づける議論が革命理論を背景としながら解釈されている。日中戦争の指導者の一人であった毛沢東はこのレーニンの革命戦争の理論よりもさらに土着的な基礎づけを与えて革命戦争理論を遊撃戦論で確立した。 この毛沢東の理論は多くの革命家に継承されており、インドシナ戦争では、ホーチミンの戦争指導の理論的基礎となっており、人民の戦争、人民の軍隊としてまとめられている。第二次世界大戦後の研究で、クラウゼビッツの解釈者たちの思想の系譜や、クラウゼビッツの思想についての再評価が進められている。1 9 6三年のカール・シュミットによる、 パルチザンの理論ではクラウゼビッツを、レーニンや毛沢東などのマルクス主義を背景とする、戦争理論の思想史の出発点に位置づけている。1976年に、フランスの哲学者、レーモン・アロンは、戦争を考えるクラウゼビッツは、戦後の戦争に関する議論の中で、クラウゼビッツを再評価した。さらに1979年に、ハンスール・リヒベーラーによる、論文、 ドイツ戦争学説の大敗、絶対戦争から、総力戦争へ、あるいはクラウゼビッツからルーデンドルフへにおいて、クラウゼビッツ絶対戦争の議論では、政治が大規模化また強力化すれば戦争もまた、そのようになり、最終的に絶対戦争となると論じられる。この議論には、ルーデンドルフの全面戦争との接点が認められるが、本質的には異なる概念であり、ルーデンドルフは、 クラウゼビッツの政治と戦争の関係を逆転させたと論じた研究である。またアロンの議論に反論する立場から、ギリシアの学者パナイオティス・コンディリスはドイツ語で、戦争の理論、クラウゼビッツ、マルクス、エンゲルス、レ2ニを1988年に発表し、戦争論を内在的に理解しようとする思想研究で業績を残した。 コンディリスによれば政治目的と戦争が政治的交渉という地平を共有しているが政治の継続としての戦争という定式を逆転することはできない。2001年に発表されたアンドレアス・ヘルベルクローテの大学教授資格取得論文、謎としてのクラウゼピッツでは戦争論が未完であるために多くの謎が含まれており、 クラウゼビッツが戦争の謎を新規に定式化したのかを論じている。ヘルベルクは、クラウゼビッツの思想の変化に着目して、前期のクラウゼビッツが3つの相互作用によって、戦争における暴力の大使用を重視しているが、後期になると戦争を制約する政治の可能性について関心を向けたことが論じられている。アメリカでクラウゼビッツが研究されるようになるのは、ジョミニの後であり、 翻訳が出版されるのは第二次世界大戦中の1943年であった。アメリカでは伝統的に自由主義の政治イデオロギーに基づいて、クラウゼビッツ的な戦争理論ではなく、規範的な観点から戦争が論じられてきており、クラウゼビッツは評価されていなかった。従って、戦争が政治の延長線上にあることを認めておらず、 戦争の唯一の基準は敵の殲滅であると考えられていた。マッカーサー原水は戦時と平時の区分を明確にした上で戦時においては成果から軍人に全面的に責任が移行すると考えていた。しかし朝鮮戦争やベトナム戦争でアメリカは政策と戦略の調整という問題に直面する。そこで 米国国防大学が中心となって1970年代からクラウゼビッツ研究が本格化することになった。この研究はマイケル・ハワードとピーター・パレットによる1976年の戦争論の翻訳が出版されることで促される。サマーズ大佐は1982年に戦略論でクラウゼビッツの軍事理論を受容す研究を発表し、 またマイケル・ハンデルの1986年のクラウゼビッツと現代戦略によってアメリカでのクラウゼビッツ研究が活発となった。森尾外、阿波徳三郎、篠田秀夫などの役所は改編された番によっている。戦争論における用語、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。